というわけで、スカルラドンを骨のまま倒します。やり方は簡単。全力の連携をぶち込むだけです。本来、こいつは無敵であり、1ターンの終了時に、スカルラドンに変化してからダメージが入るようになるのですが、一度に10万以上のダメージを与えると、ご覧の通り、骨のまま撃破することができます。アイテムもちゃんとドロップします。実はこの仕様、オリジナルの頃からあります。こんなところまで再現されてるんですねー。そんだけです。